そして今日はつい一昨日撮影がクランクアップしたばかりの出演キャストの皆さんにお越しいただきました。それでは続いて美咲さんお願いします。はい、皆さんこんにちは。シングルマザーの、オリジナルのヒアナというキャラを演じさせていただきました美咲あやめです。今回は DTV オリジナル版ということで本編には描かれなかった、それぞれのオリジナルキャラだったり原作からの派生のキャラだったりが、盛りだくさんの、DTV オリジナル版なのでぜひ楽しみにしててください。今日はよろしくお願いします。さあそして続いて美咲さん。はい、美咲さんが演じられたヒアナ、はいはい、もう実写版のオリジナルキャラクターですね、はい、この子はどんなところが魅力の子なんでしょうか。ヒアナというキャラクターは、原作では出てこないですし、オールキャストの中でも唯一のシングルマザーという役どころなんですけど、その本編では割とおとなしい感じでやらせていただいてるんですけど今回DTV オリジナルではリルフク主編で、お二人に母としてアドバイスをしていたりとかするのでそこが見どころなんです。はい、母としてちょっとこう母性をこう出していく形ですか。はい、そうですね、母性を出したりいろんなところを出したりいろんなところを出したりなんかちょっとセクシーな要素もあったりしたのでDTV と同じくらいドキドキの D を出したんですけど、今回原作ではないオリジナルキャラだったりとか、原作に出てくるキャラだったりとか入り混じってるんですけど原作の伊佐山先生も原作を超えて楽しい作品になっているねっておっしゃってくださったのですごく私も楽しみで、先ほど私も知ったんですけど DTV オリジナルのD はドキドキの D ということでドコモの D だと思ってたんですけどドコモさん以外のキャリアだったりとかパソコンでも見れるということで、日本ではもちろん世界中で人気のこの進撃の巨人が、いろんな人がいろんなところで見ていただけるようになったんだなと思うとすごく嬉しいのでいろんな方に見てもらいたいと思ってます。お願いします。ありがとうございます。皆さんこんにちは、美咲あやめです。今日は DTV オリジナル版進撃の巨人の制作発表をしてまいりました。進撃の巨人に関して公の場で発表するのが初めてだったのですごくすごく緊張したんですけど手に汗を握りながら無事終了しました。この DTV オリジナル版は8月進撃の巨人の前編8月1日と後編9月の間に配信されます。ぜひ皆さんチェックしてください。原作とは違うオリジナルキャラのヒアナというシングルマザーの役を演じさせていただいてます。